違い。ごく稀に出現する通常と異なる色のポケモンのこと。第2世代ポケットモンスター金銀より登場しており、遭遇した際のキラリと光るエフェクトも相まって光るポケモンとも呼ばれる。今作スカーレット、バイオレットにおいて色違いポケモンに出会える確率は4096分の1とされる。いくつか確率を上げる方法は存在するが、それでも低確率であることには変わりなく、たとえ偶然であっても色違いを手に入れるのは嬉しいものだ。だがもし、あなたがお気に入りのポケモンの色違いを手に入れようと意図した場合、ある種の深淵を覗き込むことになるかもしれない。確率は十分な試行回数を稼いで初めて意味を持つのだから。やあみんなこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ポケモン SV 発売から2週間が経過したけどみんな楽しんでプレイしてるかな？私はついついのめり込んで図鑑完成までやり込んじゃったよ。今作はテラレイドやククニックとか色々あってかなり楽しいよな。こうやって、スマホで写真撮影なんかもできちゃうんだぜ。いろいろコンテンツがあって飽きないわよね。もちろん従来通りクリア後の育成や厳選だってあるわけだし、本当に無限に遊べるよな。そうね。今回の動画だけど、色違い厳選をしていくうちにある疑問が生まれたの。その疑問を解決していきたいと思うわ。ほう、ズバリ？そう、ズバリ、色違いの両親から色違いは生まれやすいのかよ。ん？夢を壊すようで悪いがその仕様はポケモン金銀だけだ。個体値で色違いになるわけじゃなくなったからな。でも、新しい色違いの法則が見つかる糸口になるかもしれないわ。それに、SV の新要素のきらめきパワーと大量発生を利用した厳選との比較になると思うのよ。ん？そこまで言うならやってみるか。ただしいくつかルールをつけよう。まず第一に、国際孵化は行わないことだ。色違い確率が上がることによる上ずれの可能性を小さくしたい。第二に光を守りを持っている際の孵化確率である4096分の3の近似値、1365分の1の分母を回し切ることだ。まあ確率だからな。終わりを決めておかないと沼るぞ。また、その他の条件として卵パワーレベル3を使用することなどを記載させてもらった。確認してみてくれ。まあいろいろ話したが今から1365回卵孵化を行うって話だ。割と途方もないわね。言い出しっぺは霊夢だろ、逃がさないからな。それじゃあ、霊夢はモルフォンの色違いを、私はキラフロルの色違いを使って孵化厳選を始めていくぜ。盛大にカットされまくってたわね。ま、リアルタイムで3日はかかったしな。変わり映えしない絵ばかりだったからざっくり行かせてもらったぜ。背景の動画は今回の検証で孵化させたポケモンたちだ。一部録画ミスで証拠として提示できない部分があるが、きっちり分母分孵化させたぜ。さて孵化の結果だが、残念ながら今回は色違いを手に入れることができなかったぜ。残念ね。でも検証としては意味があったんじゃないかしら。そうだな。今回の検証でわかったことをまとめていこう。まず主題である色違いの両親から色違いは生まれやすいのかについては、否定して良いと考えてるぜ。理屈っぽくなるので聞き流してくれて構わないが、まず今回の孵化確率の1365分の1を1365回の孵化で引ける確率っていくつになると思う？ 100% じゃないの？残念ながら違うんだ。正しくは約 63% となる。これは1365回外し続ける確率を求め、それを1から引けばよい。まあ1回目と1000回目で確率の分母が変わるわけではないだろう。常に等しく1365分の1を引いてるんだよ。さて次に色違いの両親から何らかの優遇を受けられて、通常の倍色違いが出やすいものだと仮定しよう。確率としては1365分の2となるな。じゃあ1365分の2を1365回で引ける確率は？約 86% ね。そう。まあかなり乱暴な論法だが、元の色違い確率が上がると試行回数を稼いだ分色違いを手に入れる確率が上がるはずなんだ。今回色違いは出なかったよな。
本当のことはロムを解説するか、試行回数を増やさないとわからないんだが、一時の結論としては否定して良いと思う。元も子もないことを言うと前作ソードシールドでも色違い良心の優遇なかったしな。次に野生で色違いを厳選する場合との比較を考えてみよう。まず卵パワー3で30分卵を産ませた場合、卵は約 2.5 ボックス分手に入ったぜ。個数にしてだいたい80個程度かな。これはポケモン同士の仲の良さでも変わるらしいから大体の目安で考えてくれ。それから孵化時間はキラフロルの卵で炎の体ありだと、1匹目が孵化するのに約40秒程度だ。卵5個孵化するのに約2分程度必要だったな。そうね。試行回数の稼ぎやすさから色違いが欲しいのであれば野生厳選がおすすめとなるのかしら。異論はないが、あえて孵化厳選するメリットとしては御三家の色違いが欲しい場合や、個体値厳選のついでに狙う場合、水辺など遭遇パワーを絞りにくい場合などが挙げられるな。いずれにしろ、国際孵化での厳選をおすすめするぜ。ま、野生厳選の場合、バフモリモリなら経験上3時間もあれば色違いに出会えるし、特にこだわりがないなら時間的にも野生厳選の方が良い、というのがこの動画の結論になるかな。動画のまとめは以上だ。このチャンネルではゲームの枠にとらわれない遊びをモットーに動画を投稿しているよ。よかったらチャンネル登録とコメントをよろしくね。それじゃキラーメを野生厳選で手に入れた動画を流しつつ今回はおさらばさせていただくぜ。それじゃまたね。